こんにちは。テンパアカデミー堀秀夫です。今日は、稼げない人ですね。いまいち伸び悩んでる方、よくある間違い3つあるんですけど、その3つ目、購入者の良い評価を貯めて、ライバルと差別化を図ると。これ全然意味ないです。eBay とかね、ヤフオクを教えてる人が情報を発信してる。あるいは、無料ノウハウで、そういう評価を取れば売れやすいとかね、あるいはなかなか評価を取ってると売れるんじゃないかなと思う方いらっしゃいますけど、これ全然意味ないです。で、さらに評価してくださいと、ね、ガンガン Amazon の、メールシステムを使ってですね、購入者に、評価の依頼をするのは、これガイドライン違反です。だからね、意味のない良い評価をつけてくださいというやり取りで、わざわざガイドライン違反をして、注意を受けてると。で、注意を受けると当然のことながら、売りづらくなってきます。そんだけで、Amazon のシステムでですね、Amazon が何をされたら嫌うか、で、何をする人を Amazon は好むか、この辺の発想がなくですね、ただ eBay とかヤフオクと同じように Amazon に取り組んでも儲かりません。良い評価はね、害はないです。ただ、わざわざ力を得て集める意味は全くないです。で、力を得て集めるためにですね、何かおまけをつけたり、あるいはまめに連絡をすることによって Amazon のガイドラインに違反してますんで、意味のないことをね、リスクを取ってやるっていうのは馬鹿げてます。時間もかかります。これは意味ないんでね。やらない方がいいです。で、良い評価。じゃあ、良い評価は関係なかったらね、何をもってカートが取れるのか。この辺はですね、ブラックボックスなんですけど、何千人の人にサポートしてですね、こういう方法がいいんじゃないかというのを推測立てて、で、効果のあることをね、検証していった結果、今もうある程度分かってます。もしかしたら見落としている項目があるかもしれませんけど、いわゆる良い評価を貯めるとかね、単純に取引件数を増やすとか、そんな単純なもんじゃないです。もっと、Amazon はどういう出品者を好んでいるのか、という発想でいるとですね、こういうやり方をしたらいいんじゃないのかな。ハマったな、やっぱりこれ、うまくいったなというのがね、何通りかありますので、それを確認して、それに則った形で出品をしていってください。無駄なことをやっててもですね、全然稼げるようにならないです。で、間違ったことをやるのにですね、リスクを負うのは馬鹿げてます。ある程度、カートを取れる方法ってのはもう分かってますんで、それに則った方法でやってれば、効率よくね、カートを取って稼ぐことができます。そんだけで、Amazon 輸出、ね、これをやってては稼げないという、この3パターン。ツールを使って効率よく売れる商品を探す。仕入れた商品は素早く売り切る。購入者の良い評価を貯めてライバルと差別化を図る。もっともらしいですけど、これ全部間違いです。正しいノウハウで取り組んで Amazon 輸出で稼げるようになってください。疑問点ありましたら、どしどしご質問ください。お待ちしてます。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。